国鉄キハ52系機動車南阿蘇鉄道 MT-2100 系起動車南阿蘇鉄道 MT-2100 系起動車は1987年に日本国有鉄道キハ52-35を譲り受けし1993年まで使用された南阿蘇鉄道の機動車である南阿蘇鉄道は1986年4月に 国鉄の特定地方交通線だった高森線を第三セクターに転換して開業し、当初 MT-2000 計算量が用意されたが、予備車確保とトロッコ列車の補助機関車として使用する目的で、1986年12月に熊本で廃車となった国鉄機ハ52-35を購入した。縦型の DMH17C ディーゼルエンジン2機を 備えるキハ52としては初期型に属する車両である。導入にあたり、MT-2000 型と連結できるようジャンパ線が交換され、外部塗装も MT-2000 型に準じたものに変更された。ワンマン運転用の装備がなかったことなどからほとんど使用されることのないまま1993年に MT-3001 に置き換えられて廃車された。 種車である、キハ52-35は、昭和35年度本予算で1961年1月に、製造された車両である。南阿蘇鉄道では、塗装以外の外装は変更されなかった。キハ52は、2エンジン搭載のため車体長がキハ20より500、ミリメートル長い20.8メートルとなり、扉間の窓が1枚多くなっている。全面貫通式。 乗務員室は、全室式、850mm 幅の客用扉が、片側2箇所、台車より、やや中心寄りにある。後くらい側には、トイレと、水タンクが設けられ、扉間には 930mm 幅の窓6組と 663mm 幅の戸袋窓2組が、前くらい、即客用扉の車端寄りには425。 ミリメートル幅と930ミリメートル幅の窓各一組、後くらい側には930ミリメートル幅の窓とトイレ部に窓が設けられた。戸袋窓、トイレ窓以外はいずれも上段上昇、下段上昇式である。後年製造された、キハ5200番台に対し、排気管の都合で、 窓間隔が均等ではないこと、客用扉が 120mm 車端寄りにあるなどの外観上の相違がある。車体外部は MT-2000 型と同様、白をベースに、外部塗装は白をベースとし、日の国熊本の阿蘇山と清流の白川をアレンジした、オレンジ色と水色の帯が巻かれた車内は、国鉄時代の姿のまま使用された。座席配置は、 セミクロスシートで、トブクロブが、ロングシート、前くらい側運転台直後が二人掛けシートと、なっている他は四人が仮ボックスシートである。DT22 系台車、DMH17C エンジンエンジンは、DMH17C ディーゼルエンジンを2機搭載、定格出力 132kW、1500RPM で使用された。動力は、新潟コンバーター製。 DD115 液体変速機を介して1、軸駆動の台車に伝達される。台車は、前後とも D T、DT22A、制動装置は DA、DA1A 自動空気ブレーキである。暖房装置は、軽油を燃料とする独立式である。冷房装置は設けられていない。1986年4月1日に、国鉄高森線、縦の高森間 17.7km が、 第3セクター、南阿蘇鉄道に関され、MT-2000 系3両が投入されたが、予備車確保と、トロッコ列車の補給とする目的で、国鉄キハ5235を購入して、MT-2100 系2105とした。キハ5235は1961年1月、新潟鉄工所で製造され、森岡客貨車区に配置。 1986年12月に、熊本機関区で廃車されている。キハ5235は、西日本交通機械で、MT-2000 型に合わせた、外部塗装への変更を、MT-2100 型と連結可能とするための、ジャンパ線の交換、デッドマン装置の取り付けなどの改造が行われ、1987年2月に、MT-2105 として、 南阿蘇鉄道に入籍した。1989年8月に中松駅に行き違い設備が設置されるまでは途中、行き違い設備がなかったため、ラッシュ時に2両編成が運転される以外は1両のみが使用されており、ワンマン運転設備のない MT-2100 型が運転される機械はほとんどなかった。老朽化と合理化のため、 MT-3000K3001 に置き換えられ、1993年12月に廃車された。廃車後しばらくは倉庫として利用されていたが、後に解体されている。ありがとうございます。